はい、どうもこんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。で、昨日の動画の続きからなので順位は584位からですね。お、なんか対戦相手見つかってたんだけど、なんか5分ぐらい待ったら対戦相手見つかってたんだけどそれでしかも引く構築がこれか。それでこれを引くのか。どうしろと。これはどうしろと、一体。抜けにいないと、ランクルスがちょっと無理、臭くね。ランクルス、何持ってるかな。トリックとかあると結局死ぬよな、抜けに。やばい匂いしかしないね。ドヒドイで抜けにん、そうするとドラパミミッキュあたりがしんどくなるから、でドヒドイでから入って抜けにぐらいに置くの確定でしょ。まあ、ピクシーか、いやーナットアーマーがクレベース、ナットでもいいけど、ナットにするか。これでいきます。クレベースにね、クレベースの技構成がツララバリー、ボディープレス、鉄壁、自己再生になってるんで、ミラーコートをね、本当は頑丈とセットで刺したいんですよね。ただちょっとそれは厳しい感じ。ミミッキュから来る。まあ、十中八九呪いかな、こいつは。ただ、それなら、こっちは、TOD に持ち込みたいけど、引き、何？ランクルス。ランクルスか。まあ、ネット連打だね、一旦。パクってくるかな、トリックで。役、まあ関係ないでしょう、これは。最近ね、焼いちゃったから火炎玉か分かんなくなっちゃった。あ、でも、交代されたターンに焼けなかったから、多分違うね。抜けに引きでいいかな。最近ね、この技あるのかな、微妙なとこではあるけど、最近ね。まあ、影打ちかな。攻撃技ありそう。抜けに通る技が。負けだわ、そしたら。あ、再生。いいよ、全然。で、通る技おそらくないね。ここ引いてくるでしょ、そしたら。ここにビリーナ、そしたら。引きにおにびさせれば。オッケーオッケー。ちなみに誰？ピクシー。あ、これでピクシーの肩をチェックしなきゃいけないね。肩によっては負けるな。マジックガードじゃないと思うけど、そうだよね。いくらなんでも。ドヒド引きで。ランクルスが再生力も強いんだけど、さすがにマジックガードだから、マジックガード2体はいくらなんでもないだろうっていうところで、なんとかなりそう。おっしゃー。ただ毒どっちか、いやー、焼けんのか。結構美味しくないな。これはまた、ハードな枯らし合いになるかどうかだけどね。まあ、熱湯で。だからピクシーこれで有限になったね。回復技はあるけど、いつかは絶対尽きるから。ランクルス。で、こいつがどこで抜け人を釣ってくるか。みたいなとこはあるね。
POD はこっち有利で進むんじゃないかな。どっちか。OK。これね、なんか相手の釣り交換とかがありそうな場面は一回統治下で、見ることで、微妙にごまかせるっていう。ね、剣舞がきついかな。やっと投げなきゃダメか。早めに。ああ、そっちも引くんだ。ランクルスだったら OK だけど。あ、いいね。ステラマコ、そしたら。ランクルスがこの技持ってないってことだから、抜けに言うことはないからね。それは OK で。では、コステロでいきまーす。自己差いい。OK。これならステロ一方的に巻いて、終われるな。これでピクシーとドヒドイ、ミミックか。の疲弊が早くなったから、まあ、グダグダやっていけば、まくれるんじゃない？で、ドヒドイ引き。あ、違う違う、抜け人引きで。ここ釣られても別に、まあいいかな、みたいな。相手釣ってきてないね。抜け人頑張ってるよ。気合だまぁ。オッケーオッケー。それはオッケーで。やばい、昨日のね、動画のね、サムネ、抜け人、サムネタイトル、抜け人強いみたいにしたのに、抜け人あっさり死ぬっていう、ちょっとね、まあ、そういう、ね、ジョークのつもりだったんだけど、ちょっと、今日はちゃんと抜け人に頑張ってもらえそうだね。ちゃんとした意味で抜け人に頑張ってもらえそう、今日は。抜け人バカにして遊ぶみたいな、抜け人おもちゃにして遊ぶみたいな感じじゃなくて、月ピカ。まあまあ、月ピカなら8回だから、いつか尽きるね。これでランクルスが削れるでしょ。こいつステロダメージも食らないのよくできてるよな。大したポケモンだわ。これで抜け人に引くと、できれば最終ターンこっちは盤面抜け人で終わりたいな。交代し、ミミックに対してドヒドイズとかナットレー投げて、それで終わるみたいな形は避けたくて。ミミック来たね。ただこれでステロ2回入るのが結構いいし。ここドヒドイ引きでいいや。これで剣舞は、ないんじゃないかな、さすがに。そしたらダイマ切るけど。POD のこのさ、終了間際に仕掛けて、終わらせようみたいなさ。そういうシステムがね、結構。まあまあ、そういうもんなんだけどさ。ちなみに技、鬼火、技、あと2個、3つ。じゃあ、あれは持ってると思うんだよね。フォローがあるってことは、なんだろうね。TOD はちょっと時間ないよね、あんまり。ちょっとまずいんだけど。まずいな。まずいな。ナット引いて。ナット引きかな。ちょ、待って。これで TOD で負けんの？待って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 、それは本当にくだらない。待ってー、これ、あとじゃあ30秒とか1分、2分あればさー。ちょ、これで負けんのガチ切れそうだな。世界一しょうもないだろ。あと2ターン行動できないよなー、3分じゃ。あー、もうこれくだらねえだろ、マジ。リズム天国やってんじゃないんだよ。どのタイミングで押すかみたいなさ、そういうゲームになってんじゃん。
これね、45秒以上残して、このターンを終われれば、もう一回動けるから、大草原押せる雰囲気あるけど、フォローが結構痛いね。いやー、TOD っていう概念自体がこれクソなのがよくわかるな。TOD そのものがクソでしょ、これ。ナットに鋼技あってもまあ倒せなさそうだけど、ないのもちょっと効いてるね。ちょ、遅い遅い遅い。早く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 。急げ急げ。いやー、エフェクトの長さ的にちょっとしんどい雰囲気がある。あー、もう一旦は動けるけど、やけどしてるな、トレーの火力じゃちょっと話になんないよな。まあ、このターンは確実に実行されるね、最後の時間的に。お前45秒切ってんだから早く技押せよ。もうクソしょうもないんだけど、これで負けんのかよ。もうさ、TOD。まあ引くよね、そりゃ。アンクルスでしょうね。クソくだらんな。これで負けでしょ？もうやってらんねえわ、こんな。何が面白いんだよ、このゲーム。ふざけんな。ゴミカス審判じゃねえか、こんな。ふざけんな。クソゲーだ、お前。もう二度とやんねえよ、こんな。ボケが。